い、と2020年6月12日ドラクエウォーク、本日はパラディン4人でベスキングレベル30に挑戦していこうってください。別に舐めとるわけじゃなくて、パラディン4人でベスキング、まあどっちからですけどね、ベギラゴン主体ですがね、まあメインとしてはをやってくる相手に、呪文相手にどれぐらいの動きになるのかな、逆にどういうところが弱点になっていくのか、まあ呪文がね、おそらくね、耐えれんからね、耐えれんというかパラディンカードが効くわけじゃないか、そこら辺のところがどんな感じになるのかなーっていうと、あとパラディン4人だとやっぱね、火力が落ちるんじゃないかなーっていうところね、とりあえずやっていきましょうということで、構成なんかを最後に紹介しますということなんですけど、一応今までと流れは一緒ですね。つけ取る武器はね、見ての通りにカンダートマホーク、それからラーミアでイオナズンってこうぜ、統一してないのはね、魔法戦士がいないところはさすがにありますけど、私の手持ちの武器的にこれがね、一番火力出るし、逃げたな、逃げたな。ジバリアとイオがまあ通るんで、これ自宅一回入った方がいいですかね。そんなんで一応採用しましたってことですね。魔法戦士がおらんなら無事に、無理に属性を合わせるってことないですもんね。最大火力で押し切ってきゃいい。これ意外にパラディンね、何、イオとか今回言うとジボリアとか使うより、例えば自分の持っとる武器の中で4突の星4とか、そこら辺を使ってっても案外、斧無双だったか、斧なんてあれ、固有スキルパラディのあれでも意外に出せるんですよというところでやっていきましょうということで、レッツラド当然ね、コーナーで見添えてますから、守りの盾は絶対使いますよ、火力だけだなと出せていくのかな、もう全員使いますよこれは、ちょっと身につけな感じでね、絶対必須になってくるでしょうね。ダークキングとか、そこに全部そうだもんな。これ、インパクトは多分、あれ？あった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 。全部入れたるはずなんですよ。ビッグシールドっていう手もあるけど、まああれだな、状態異常の方がめんどくさいもんな、やっぱなんだかんだ言ったって。これ火力がそこまですごくないからね、守りの盾は結構おろそかにされがちですけど、そんでもやっぱやってかんとな。ブロスみたいな例もありますからね。どうせ高難度でな、ダークキングが絶対恐ろしい、状態異常あるでな。やっぱあれだね、僧侶の系統の方があれだな、呪文食らうね、あれだね、耐性あるでだろうね。ドラゴンスライムとメタルホイミン、そうだな、そこら辺あるだけで、全体の耐性あるだけでも違うもんな。呪文の差が出るね、あれね。これで、あとはもう普通に打っていきましょうということで、これ顔は全部一緒で、誰が誰か何やるか分からんな。ちょっと待てよ。参ったな。これなんすんか。前、そうだな、魔法戦士弱いで一番1000か。めっちゃダメージ下がるね。1600ぐらい与えるはずなんですけど。じゃあ、トマホークは。笑わかせるな。笑かせるな、これ。うわ、すっくね。700、600？ ベスキング入れたでかな。そういうこと？そういうこと？そういうこと？あ、回復だね。ここにね、キングスライム入れたとき900ぐらいだったかな。1000いくか感覚ぐらいだった覚えある。ベースキングをせっかくなんで使おうかなと思って入れた。そうですか、そうですか。1000いかんのですか。そんなに悪い構成じゃないよね。無理やり入れたけど、これ色無視しましたけど、力とか換算していくと、色無視してもやっぱアームラインを入れた方が、本当はここにアームラインを入れた方がいいんですけど、ベースキングを利用したいもんで、これにしました。ベースキングは、ギラ耐性を見たかっただけですよね。そんでもあれだな、僧侶に負けとるな、完全な。あとこれ、ほんとなに、一番後ろのこの魔法戦士、これめっちゃ穴だね。めっちゃ穴だな。体力が500ないもんな。逆にこれね、ベースキング入れておくとね、これ今回復してないであかんですけどね、650ぐらいですよ、体力が。なかなかあれですことない。やっぱ、キングスライムからベスキングに変えていくっていう採用方法はありだね。もちろん武器がね、ちょっとどのように、特化した武器じゃないもんで、そこが感じとかありますけどね。そうだな、これ弱いとこ行った方がいいもんな。頭行くか。多分2番目のパラディンは狙われんと思う。体力あるし。狙われんってことないけど。結構あれか。すごいね。あ、でもあれか。耐性持っとるでか、後ろの魔法戦士意外に食らわんね。あ、スカラ入れたでか、スカラ入れたでか、ごめんなさい、ごめんなさい。これが機関だけでもでかいな。これで、もうしつこくあれだね、守り立てはこまめに更新だね。これが少ねえな、ダメージ。700か。で、700か、1000は欲しいな。ナズンでも1000だわな。火力の低さだね、これ。そう考えると4パラはあんまおすすめできん？
無理やり魔法戦士入れて火力出した方がいいってことか。魔法戦士でどっか自分の持っとるメイン武器でフォースブレイクかけてって、このどっちかのサブアタッカーがその属性合わせて攻撃していく。攻撃に関してはほぼ無力化だね。呪文だけどね、耐性がない分でしょうね。総力系がどうしてもね。この2人が最後に紹介しますけど、メタルホイミン、バラモス、それからドラゴンスライムで、悪魔神官か。悪魔神官があれだろうな、耐性があるだろうな。これで更新していきます。しつこく更新していきます。縦更新していきます。縦更新していきます。これも縦更新します。縦更新しつつ、パラディンはあれだな、僧侶系はどっちかを回復してどっちか一回ずらしますわ。これっち回復していこうか。 MP 多いしね。こっち回復させてこっち守りの盾ずらしますわ。これ例えば何、ベスキンが相手だからね、守りの盾なしてもいいじゃんとかっていう、まあ話はあるんですよ。だけどこれダークキングとか出てきたらあかんぞ。これこんなことやったら絶対に、絶対やられるに。いや、そう思って自分への戒めを込めて守りの盾をね、習慣化身につけるという意味でもね。ウェギラゴンやっぱそうだな。神官のが効いとるかな、全属性より。おろおろ、意外にあれか。意外っすか、意外っすな、意外っすな。スカラが効いてないとこあれか。あ、意外だったな、意外だった、意外だった。それは意外でした、意外でした。というところで、というところで起こして起こして起こして、ここ守りの盾が切れとるんで、これ回復させて次守りの盾かけてるところで、どっちかとずれてった方がいいね。スカラはまあ別にかかってなくてもいい。これは暇だからかけるっていうだけで。神官耐性がギラに効いとるね。ベスキング1個入れただけじゃそんなあれだな、ベギラゴン耐性になってないね。あんま変わらんもんね。魔法戦士と10違うぐらい、まあ、でかいってはでかいですけど、あ、今のだって地味にでかいんだけど、ファインプレーだな、本当だ。これで、じゃあ、守りの盾入れまして、そして、あとは回復しつつだね。スカラはまあいいわ、別に。これはかけてもかけんでもいいわ。ここはもうあれだな、アタッカーだよな。もう倒れたら起こしてもらうっていう計算ですよね。そっちの方がいいわね、素直にね。で、回復します。火力がないでこういうことできるんだな、相手のね。ダークキングも多分そこまであれ火力あるってタイプじゃないんだ。メガモンがあんな感じでいきなりこうなるんだなって、いきなり火力バッカーン上がってくるとこないもんな。この心の性能見とってもやっぱあれですもんね。ダークキングとダークスライム見てもやっぱダークスライムどうしても攻撃寄りだもんな。まあ、ダークスライムがもう一番ね、火力あるって見えてますからね。これでもやっぱやっとってね、うぬぼれるわけじゃないけど、守りの盾入れた方がいいわ。これ2体3体入るだけでやっぱあれだもんな、壊滅じゃないけど入ってくもんな。あ、それは素直に思いますわ。だって実際守りの盾入れてて、スカラの穴のとこのこれあれだもんな、650ぐらいあるこの構成のやつがやられるんだもんね。パラディンでやられるんだもんな。そこだな。いや、やられると思わなかったですよ、まさか。まさかそこ行くかなと思って。アームラン入れとるし、キラーもあるし、ベスキングも体力寄りだもんね。でもこれ今後、これかかってないね。高難度とかね、ボスなんかこれキングスライムじゃなくてベスキングっていうのになってくるんですよ。周回だとね、会心が欲しいもんで、それはね、絶対キラマじゃなくてキングスライムの方がいいですよね。火力もあるしね、出せるしね。だけど HP とかみんな守りとか見てくと、こっちのあれだろうな、別にベスキングじゃなくてもキラマでもアームライムでもいいですけど、キングスライムはちょっとそういう意味でちょっと役目変わってくるだろうね。使えなくなるんじゃなくて、使用用途が変わってくるっていうところ、それはあるだよね、素直にね。絶対そうだもんな。これぐらいの敵があってももうキラマとかやっぱそういうとこ優先しますもんね。ダークスライムだってそうだもんな、火力寄りだけどこれ守りの盾だね。さすがにここは火力出したいで入れましたけど、でもこれパラディンにこのガンダートマホークも出せると心の構成難しいね。黄色で強引に押すか、アームラインみたいに何総合捨てて押した方が結果的に早かった。簡単で言いますが、あれ入れてもね、そんな変わらんのですよ。虹入れてもキングスライムと変わらんぐらい。会心あるならキングスライム入れた方がいいぐらい。その身の守りと HP の低さは無視して、火力だけの面って言えば、ここでもそう、黄色枠入れたって別にアームライオンでいいんじゃねえかっていう話になるし、黄色のはまだあれだもんな、なんだったらセルゲーでも別にいいんじゃないかっていうところになりますもんね。いや、本当に見比べとってそんなに差があるわけじゃないんですよ。
体力面とかコストとかそういうとこは無視して全くね、サラの火力でっていうところで、はい、右のがなんか与えるダメ多いけど、なんかあれなんかな、違うんかな、ね、このかぶり、あ、そうだ、ね、右のがなんかダメージ少し多いよね、1割ぐらい多いよね、あれ。これ守りたて切れてないね。でもやっぱこれ絶対守りの盾だね、これは。俺は完全に思うわ。ここでやっとスカラ入れれるってとこだもんな。いや別に無理に入れんでもいいんですけど、ただダークスライムの時の魔法戦士の穴をどうやって守るかだよね。まあ構成的にはでももう決まるよな、ここはナズも私持っとるで、もう魔法戦士は確定だよな。できればこのアタッカーをイオで合わせたいぐらいですよね。あの今回ね、上吹きの異様のありますが、パラディンのあれ無理やりレンジャーに持たせてもどうなんかな、ダメなんかな。どっちみち3連戦か4連戦か5連戦か分からんですけど、これ切れるか、かけていこうか、かけていこうか、やっていくんだったらフバーハがいるのは確定だもんで、あのダークスライムで、そうするとレンジャーを入れなあかんすもんで、あれ、あ、まあいいけどね、まあいいよ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 、うん、ダークスライム相手ならその戦い方になるだな。まあそれか魔法戦士はもうあれだね、アタッカーメインで倒れたらザオリクっていうか作戦もありっちゃありですよね、うん、ザオリクじゃない、ザオラルだね。ザオリクあったらえらいことな。もう完全あれだね、防御面は無視してね。そうだね、ベギラゴンあれだね、総量系は楽なんだけどな、食らっても痛くないもんな、70ぐらいだったら軽いあれだもんね、吐息じゃないけどブレスだもんな。100超えるとちょっとねーと思いますけど、でも体力がこれ今増えてきてるもんね、500、600が当たり前になってきてるから、そこまであれだな、100くらってでかいっていう感じじゃないですよね。200とかね、ヤマタノオロチとかになるとね、だけどこれ火力がものすごい下がるね。カンダダット魔法これレンジャーとかで打つと1200ぐらい、1100、1200ぐらい出す。これパラディンで打つとあかんもんな。これいいな、まだいいな、2割ぐらい下がっとる。まあベスキンを変えちゃったってなりますけどね、この構成がね。もう少しここら辺をね、少し火力寄りにしていくと近づけるところはあると思いますけど、これ守りに立ってたね。それでもやっぱあれだな、ただね、ボス戦はどっちかってこっちの方だろうね。耐久寄りのシフターをね、キラマーとか入れてね、まあベスキンは別に無理に入れんでもいいんですけどね、どんなもんか試したかったで入れただけですよね。ギラ耐性があって身の守りがまあそこそこあるっていうだけで、攻撃面には全くあれだもんな。バギとギラだけだね、こんなジバリアってくるのか全く関係ないからね。ジバリアのあとあれだね、心の薄さってのもあるね、あの品揃え的にね。黄色で言うとあれか、ダークキングか、ダークキング A だでやめたんですよ。ダークキング入れた方がほんあれかな、あそっちの S だな、 S が来たらってことか。これ身の守りだね、身の守りじゃない、あの守りの盾A だとそんな捨てがなんかあれなんだよね。どうしてもやっぱあのね、火力の低さのところでね、目をつぶっちゃいますね。これ一回あれか、ずらえるよね。回復、あ、まあいいや。回復なしで、なしじゃなくて、いけるだろ、これぐらいだったら。できれば守りの盾は総量系ずらしたいかな。これがいいね。そうだね。同じターンじゃない方がいいね。ずれとった方がいいね。最悪一個残るみたいな感じのがね。ただ混乱とかは何、道具とかで起こせるけど、このメダパニーマとかいいけど、あのすっ転びだけが何ともならんもんな。であれば一旦とかで起きりゃいいんですけどね。ヤマタノオロチなんか本当そうだもんな。あれまともに何に守り立てなしでやっとると2ターンとか食らうと、あんなフバーハかけたっても瀕死になるもんな。チカ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 してる防具のあれがかか、あ、防具がかかっとるとか、これなんか敵あれだな、あのあれか、そんなでダメ減ったんか、あの踊ったやつか、あ、そうか、それ使ったでか、今気づいた、あ、そういうことか、そんなでか。お、魔力覚醒、魔力、やっぱこれでかいな、でかいな。でも魔力覚醒しても普通の何攻撃と一緒だもんね。あとこれやっぱさ、危惧しとった通り当たり前なんだけど MP 切れ起こしますわね、そろそろね、起こしてくるよね、起こしてくるよね。あ、これそうなるわ、火力のなさが本当現れてるね。パラヨンはあれだね、遊びとかでの試すのでやるでいいけど、そうだな、イベブキの今の斧があったらやってもいいかってところか。あれ斧入れてこういうここ何ダークスライムとかダークキングとか構成どんなもん出せんだ、あの火力が1300とか500ぐらい出したら絶対そっちだな。そんな出るんかな、
あの構成でいくと。あ、でもあれか、防具持っとると違うか。防具一通りあれあれか、イオプラスがあるから出るか。あ、そうか、防具持っとりゃそっちの方がいいか。これで守りの盾だね。守りの盾でも意外にバカにならんあれだもんな。ほんでここのあれだね、3番目のパラディンね、これ顔がみんな一緒だで分からんもんな。レベルもあれだね、名前が違うだけだもんな。こいつら分からんな。ちょっとあれだね、聖水を使いつつを意識していくってことですね。特にあれだな、ナオズナナズナズナオズンじゃない、イオナズンナズンがあれだな、燃費めっちゃ悪いもんな。そこだけですよね。これちょっとおすすめシーンね、火力のなさだけだな。これ逆にさ、いやさっきも言いましたけど、イベ武器、いわパラディンのあの斧持っとって防具とかある人はパラディンで固めた方が逆に強いだろうね。火力出せるし守りもできるし、特にこれダークスライムにさらにダークキングとか入れやね、みんな守り関係の心もね揃えてきますもんね。多分そうしてくると強いだろうな。守れるしそこそこ火力も出せる。それはバトマスとかに比べば確かに劣らんですけど、結構あれだと思うな。それはな、ここら辺でまだまだあれだね、守りの盾はいいね。聖水を入れるところがいるか。これで900ぐらい。あ、そうか、これが切れてか。900、そうか、1000いかんぐらいか。だからキングスライムとベースキングでダメ50ぐらいは違ってくるんだ。あ、それぐらい変わるんだ。あれがかかっとったで、あのなんか、なんか変な踊りですよね。こいつほんとでもあれだもんな。見た目なんか好きな攻撃ばっかりしてくるもんな、あの動きが。これ見とるだけで面白いもんな。いや、だからやりたいってわけじゃないですよ。わけじゃないですけど。愛嬌があるな、これは。これはな、守りの盾ないとな、ダメージ自体はそこまですごくないんだけど、あれに状態以上が入ってくるからな。これで真面目に何、ダークキングとこの3人、ベスキング、ベスキング2体、混ざったら結構うざっこいんじゃないこれ。守りの盾切れたらもうピンチじゃないこれ。守りの盾が逆にね、あ、しまった。守りの盾だったな。連続で、ここはでもあれか、いかんな。そうやって言っとるとあかんぞ。そうやって言っとると、あの、クラウドか。そうだね。これは、守りの盾で、次で回復させるわ。そうやって言っとると、魔法戦士までだと、あの、かける癖つけてかんと。そうだ、やっぱずらした方がいい。絶対ずらした方がいいよ、これは。うん。全員同じターンじゃなくてもいいね。最初だからちょっとあれか。僧侶あれだもんね、最初の1ターン目って回復させたりすることないから、どっちかというとスカラとかマホドンとかマヌーサとかあれだもんね、状態異常系かけるか防御アップとかやっていくっていうところだから、最初ずらしていくってところか。回復しなあかんね、回復しなあかんことだったね。さっきの守り盾がミスったところか。これはさすがに回復というところで回復していきまして、起こしたいね。ここで、あ、そうか、お子さんとこ、お子さんとこ、起こさずに一回回復させて、意外になんかパラディン4人のがなんか苦戦するんじゃないの、あんたこれ。ねえ、ねえ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 、ザオラルここでかけて、ターンがどうでしょう、あとは。体力がないでやっぱ半分ぐらいしか回復しんな、そうだろうな。そこがあれだな、500以上ぐらいないとザオラルだな、そういうところも考慮するところか。そうだな、魔法戦士の心もちょっと火力色にせずにあれか、お雛様使ったんですけど、火力重視にして、あそこら辺ちょっと却下していってもいいな。うん、そうだな、早速食らっとるもんな。これで、これ守りの盾絶対、そうだ、守りの盾絶対入れた方がいい、絶対入れた方がいい、これ分かる分かる分かる、これ、これで回復、ここで切れるでしょ、これ切れるでしょ、あ、まだいいか、じゃあ回復、転びだけ起こせんもんな。キエラクみたいな、なんかああいうのないんかな、転び起こすやつの。なんか後ろからちょっとつっついたら起きるとかね。なんかそういうあれかな、スキルとかなんかないんかな。それだけに厄介だね、起こせんだけにね。道具使ってもどうしようもならんもんね。極端に言うともうなんか倒れてくれとか、要はね、あの、死んでくれみたいなふうになるわな。そうしたら、葉っぱかザオリかザオラルか。で、起こしゃいいとかっていう話になっちゃうもんな。起こせんもんがおるのもんな。まあ体力ありゃいいですけど。これで打っていこうか。めっちゃガス欠するね、これね。な、ガス欠するね。もちろん全体攻撃で倒しとるっていうのはありますけどね。ナズンがこれは切れるわ。これはガス欠だわ、完全に。これ守りの盾だけど、聖水も使いたいってことか。そっか、ここのあれだな、燃費との戦いもあるな。
これはいいで、これはじゃあ聖水使いまして、ナスンがあれだねMP あるうちの魔法戦士のだといいけどパラディンだとよっぽど、それでもスタート500だと低くはない、あ高く低くはないよね、そんなにね。だこれタクトで言っとるでいいけど、癒しとかあそこら辺の何30いくつとか回復だったらめっちゃ辛いんじゃない結構。おねえ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 、さらにあれか、ここがレンジャーじゃないもんで、あのボーナスタイムの影縛りがないからっていうとこもあるか。まあ、最後の方切れるからどう ?1 人5回入るとして2人で10回。まあ、それぐらいのターンはボーナスタイムがあるから、そこら辺がないっていうのも辛いとこから。これでもあれ切れるけどあれだな。使ってかなかんな。ここがなかなかあれだね。正念場だね。意外にというかこんな苦戦すると思わんかったわ、これ。そうだね。パラディンは一回あのあれだな。ここで聖水欲しいで。聖水欲しいで。聖水やってって、それで2番目のパラディンは自分で1回聖水回復だな。ベホイミでもどっちでもいい、これは。おあれが地味にでかいで。まあでもやっぱあれだな、魔法の盾はこれかけとった方がいいわ、素直に。おぼう、これは。意外にピンチになってきたね。意外にピンチになってきたね。実はこれ何あれか。パラディン4人じゃない方がいいか、逆に。火力のなさが結構足引っ張っとる、案外これって。ここベホイミだな、ベホイミ。意外になんかあれだね、守りの盾がここで切れるんで、でも回復はさせなあかんというところで、とりあえず回復させまして、聖水タイムで地味になってきてるね。これで、あそうか、ここでも回復させれたな。これじゃあもう一回回復させて、それで次あれか、守りの盾かけつつ攻めていけるってところか。そうだね、燃費が切れるし、やっぱあれだね、守り盾切れるのあかんね。よくないね、よろしくないね。これ MP のあるうちの最初のうちならね、その1体や2体ね、状態異常食らっても、ふっふーまで言わんけど、まあ、なんとかなんとかどうなのっていうのありますけど、これは逆にあれだな、あ、そうだね、守りの盾だね、これ素直に。聖水かけたかったけど仕方がないってことで、守りの盾。そして一番後ろのナズも守りの盾。素直に守り、あれ、転んどるか。これが守りの盾かけたいんだけど、いいね、守りの盾いくわ。で、次で癒しますと。じりっぽくなるな。ああ、そうかそうか。長期戦になった時の、あ、こうだな。これやってみて分かったわ。ここも対策していかなあかんね。変に防御寄りに固めちゃうと、試合というか展開がダラ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 長引いて、結果的にガス欠を引き起こして、ね、悪い相乗効果になっていくってことですよね。これがだからあれだね。2体分倒してけんっていう弱さなんだろうね。まあ、これあれだな、逆に体力ないんで、あ、そうか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 、ということでベホイミだけど、今のベホイミは僧侶にかけなかんかったで、あれは間違っとるわ、あれは順番が間違っとる。これで回復さして、もう一発回復さして、めっちゃジリっぽくなってきたね。え、ジリだね、ジリだね。これやってやってるうちに守りの盾切れるし、守りの盾なんないと転ばされるし、わ、すごい時期、あ、こういう展開になるんだ、やってよかったわ、これは。もっとね、楽にあっさり勝てるかと思ったんですよ。火力のなさがそのままあれだよね、MP 切れに、ま、ね、繋がっとんでしょうね。さらに状態異常を防ぐために、ま、これでやっと聖水で使えるね。やっと使えるね。うん、聖水でいいよ、聖水でいいよ。聖水使って、こいつがあれだな、辛いとこだね。これ回復。これね、守りの盾。守りの盾。なかなかあれだね、これね。状態異常の運ゲーにはしたくないでね。ずーっとこれで守りの盾、まあ無視していくっていう手もありますけど、相手の色が変わったんで。そうしていくと高難易度かな。そういうざっつい戦いになると。絶対得られるのよ。そう思っとるんですよ。この二人だけじゃないと思っとるんですよ。ここにダークキングも多分おると思っとるんですよ。それでこれで聖水だね、ここはね。火力の電圧がそんなに打ったってしょうがないんで。聖水使います。守りの盾します。
ほどあれだね、回復とかそこら辺たり2回も3回も使っとるもんだ。これが回復、それで清水、清水清水。あーそうかそうか、地理になるな。無理にあれか、魔法戦士をやっぱ一人入れた方がいいってこと、最低は。それかバトマスとか、そのアタッカー面はあれだな、おろそかにしていかんってことだな。それか燃費切れにつながってくんだな。結果的にじりじり足を締めていくとか。逆にあれか、こういう守り寄りの構成とかでいくんだったら、これ清水だね。あいいな、あ縦縦縦縦。逆に守り寄りでいくんだったら1体ずつ倒していくってことですね。全体攻撃するにゴスマゴスマにさせて1体ずつ倒す、そっちの方が賢いかもね多分。特にナズンなんかこれあれだもんね。いやそれはダメージ与えますけど、与えます。これはあれだな、素直に回復だな。ここは回復、あの縦はいい、1個ずれるでね。ここでまともに打っとるで一発40、聖水1個使って一発しか打てんってことだもんな。竜王も確か外したんかな。あそこがあれか、それはあれだな、やめた方がよかったで、ね。ただ今のもあれだな、守りの盾があるでね、これはなかったらあれだろうね、転ばされてたら瀕死状態になるもんな。そこはあるな、これだ。戦士がこれであれか撃てんので、逆にこっちで攻撃していくってことになるね。ああそうなるね、そうなるな、これだ。これで攻撃してで後ろの魔法戦で回復、これはあれだな、聖水だな。素直に聖水自分に使ってください。それでこれは来た守りの盾を無視して回復、ずらしますずらします、そしてもう一回回復。こんなに苦戦すんだねって、え全然想像してなかったわ。あそうかその展開になるか、そうだな、抜けたとこやられるか。あそれぐらい入るんだな、やっぱな、この守りの踊りでやられてるんだろうね。それで展開を長引かせられてるんだろうね。火力がない方が意外にだから辛いってことか。耐久寄りでいっちゃうとあかんってことなんだね。これで攻撃します。混乱回復、あそうか混乱回復あれか、道具しかないか、あれって魔法じゃあれか、あかんか。あそうだな、あれ入っとるもんな今な。これでナズナズ、これで混乱してます。でちょっと待って、これで切れるんで守りの盾、これでも守りの盾使わんかったら多分壊滅になっとるでしょうね。だろうね、その地理でも粘っとれるという展開にならんので、これだって状態異常なかったら別に、いや言い方悪いけどベギランゴンとかでも平均的ダメージですもんね。突出して与えるわけじゃないもんね。あゾーマンみたいにあんなねぶち抜けたダメージ与えるわけじゃないから。これでもう一発撃てるか、これあれ斧祭りやるってことは何、燃費じゃなくてそっちもダメ出るって判断したんだよね。えそういうことか、今のってそういうことやね、今のって多分なぜ運転でしょ、分かってるよ、分かってるから守りの盾したんですよ。ここで守りの盾かけて次で回復、すごい地理。これ癒しとか今回のコンとか手に入れた時、逆にあれだろうね、あの38でしたか MP 消費、あの重さがアタッカー面がね強い武器ないと後半すごい響いてくるでしょうね。思うね、聖水で70だもんな、回復できんもんな。38、2発打てんってことだもんね、1回回復して。そういうことだもんね、これはもう素直に回復だね、うん、聖水回復。逆にこの展開は自分だね、魔法戦士のナズンを捨てるわな、ここはな、うん、これもそうだね、素直に聖水、これは逆に自分、あこっちだね、僧侶剣に行きまして、でトップで回復します。これあれだね、これも聖水だね、聖水使ってでトップで回復しますと。これもでもあれだね、守りの盾が全員あるからこうやってできるんだもんね。いやでもこれ地理で長くなっても大事だぞ多分。 であとはそれをしつつ攻撃力を保っていくってことですよね。あ多少の防御面無視ではないけど、
攻撃力も出さんと結果的にこうやって試合がダラ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 長くなってじりになりますわね。自分で自分の首を絞める展開になりますよね。一見なんかねパラディン4人揃えてねなんか耐久面でね守ってねすげえ楽にいけるんじゃねえかと思いきや実はあれだもんな、後半 MP 切れでな守りの盾かけてなずんって言ってその展開がずーっと続けないんちゅう、そういうわけにいかんからね。20ターンぐらいでいけると思ってたんですけどね、火力的にね。ここであれか、これはあれだもんな、回復のあれか、聖水使うまでもないか、空殴りしとくか、まあ一回回復させとかだったの、ベフォーミやってたか、癒しやると思ったんだけど。あとあれだね、あの楽しいダンス、なんだ、守りのダンスだったかなんか、シュッ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 ってことですよ。あれ食らってまった、いかんな。まあやっぱ守り立てしっかりかけてかんぞ。あれがあるもんで、守備力とか呪文体質上がるもんで余計あれだな、粘っこされるんだろうな。それも地味に考えとるな。まあ、いやらしいといやらしいやな。これで、これは打ってきます、素直に。まあまあ、勝ちは見えとるのは分かっとるんですけどね。分かっとるんですけど、こんなに苦戦させられるとはね、もっと楽にいけると思ったな。ここはね、かけてきます、素直に。うん。素直にかけます。その癖つけな感じで、ほんと、あんたは。まあ、打っていくっていう手はありなんですけどね。無視してね、これぐらいのね、体力的にね、まあ、多分大体計算してる感じ、もうそろそろ倒せるかなって見えてますけど、うん。ここでだって魔法戦士が落ちるっていう可能性だってあるからね、十分ね。これは素直に打ってけんね。うわぁ、そうか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 。ベホイミでいいよ、ベホイミ。自分回復しとくわ。これって、起き上がりまして、これ逆に打っていくわ。これ打っていく。これでもう終わりましたってことですか、あとは。あとはもういいね。うん、あとはいいでしょ、空殴りでも。ああ、そうか、これいい経験だったな。守りの盾使って確かに粘っていってもいいんだけど、この耐久寄りに行くならもっとあれだろうね。イオナズの燃費重いんだったらちゃんと竜王とか入れてね、MP 消費考えて、さらにこのカンダットマホークに関してもそうだね。20いくつあるからそこら辺も計算しとかなかもね。もう400ぐらいあるから17、8発まあまあ守りの盾入れるとどんなもん、14発ぐらい打てるから多分いけると思ったんですけど、すごい苦戦しとるね。すごい苦戦しとるね、これあかんね。これ客観権だな。耐久ってこれベースキングがいてから多分こういうことできたんだけど、ああそうだな、耐久より良くないな、全員パラディンはな。イベ武器があって防具も揃っとるというのは別ですけど、とまあそんな感じでベースキング相手にパラディン4人やったんですけど、想像以上に苦戦したのがやっぱ火力のなさってことですね。ということで紹介していきますけど、もうトップ、それから3番目この総力系と私の言葉で言ってますけど、賢者仕様のパラディン、これはもう変わんないです、装備とか心に関しては。盾を守りの盾使えるのに変えただけで、あれ急に映像と音声が切れちゃったということで戻ってきまして、これで盾に関して、これに守りの盾を突いとるのを入れただけですね。そこら辺くらいしか変わってないですね、心に関しては全く一緒。これがやっぱ効いとるんでしょうね、ギラ耐性 10% あるとこはね。他でもいいやね、ドラゴンスライムで全属性ありますしね。ブレスの羽入るんかな、ベギラグナで入らんよね、ブレスじゃないよね、炎の息とかじゃないもんね。でこれ全属性が 5% か、やっぱそこ地味に効いてますわね。さらにバラモスの呪文 5%、 これも効いてますわね。地味にあれだね、でかいね、ソウル系はね、この辺りはね、まあ、ということでここら辺の構成は変わりませんということで、それで2番目のレンジャー仕様だったのをパラディンにしたのを装備に関してはこんな感じですね。変わらんすね。カンダトマホークで逃げリングつけて、装備に関しても左の見えとる通りトレジャーセット装備して、で、守りの盾入れたいんで手持ちの中から守りの盾入ったのを入れまして、で、ここに関しては右に見えとるような感じ。本当ならここあれなんだね。火力的にはこうキングスライムになる。それはもう明白なんですけど。耐久面とか言ってくると、ただ、パラディンに無理にあれだろうね。ジバリア用のカンダートマホークのセッティングってのあれだろうな。ちょっとやりにくいよな。なんかここあれか。あいつ私 S 持ってないであかんのですけど、今のダークキングどこら辺におる？火力が高くないから下の方になるだろうね、多分ね。あれをそうだね、入れていくとかってことですね。こういうとこだろうね。ただ、
ベスキングに比べては身の守りも体力もあるしね、さらにここでドルマ耐性もあるから、これ絶対にダークキングで、ダークキングじゃないダークスライムで多分輝く心でしょうね。そこの構内でもあれ、なんとか私の元にエスコンスかね、うん、それぐらいだね狙うところはね。ちょっとジバリはもうちょい心があれか欲しいかなところか、無理やりアームライオン言いましたけど、本来ならここにあれだね、ダークキングだろうね、でここにアームライオンか、が、まあ真面目な構成でしょうね。カンダダとかは多分黄色の構成などちょっと却下になってくるだろうね。防御面有利するんで、まあ、キラマにしましたよね。それで3番目の僧侶系も、なんかこの顔気に入って使ってますけどね。これもやっぱ変わらんすね。うん。ただ装備が全部揃ってないんで、トレジャー関連が。そんなんで、光の鎧か、を採用してます。これがスライム 5%。それから一応せっかく取ったんでティアラ入れました。これがスライム耐性 5%、 一応ギラ耐性 5%、 まあそんなにトレジャーと変わらんぐらい若干劣りますけど、うん、まあそんな感じで、当然守りの盾入れましてというところで、それで最後の魔法戦士系統のこれラーミア、イオナズン持たしたやつ、装備は変わらんすね、うん、イオナズンバンバン打ってこうで、ただトレジャーセットだけはさすがに欠かせませんよと。それで心に関してこんな感じなんですけど、舐め取ったねこれは。これ、おひな様じゃあかんわ、これは。これダメだ。やっぱ、ちゃんとこういう風にした方がいいわ。ピエロだとダメだもんな。ターン開始、あ、そうか、ピエロでもあるか。逆に、こうやって何、耐久寄りに行くなら、これでもいいだろうね。こっちでもいいだろうね。火力はそこまで落ちるわけじゃないからな。まあまあ、落ちるは落ちますけど、そってもあれだろうな、ナズンそうだな、38で打っていくんだけど、28で打っていく、10ずつ違ってくる、違うよな。今までの感覚で、魔法戦士が打つんだったら、まあ、竜王一人でもってはあるけど、パラディ、まあ、パラディに本来打たせる必要ないよな。うん、いや、わかるわかる。あれだったら、あれだったら、そうすると、そんでも体力500いかんぐらいか。やっぱこれ穴だな。これが一番後ろだろうな。バトマスみたいな存在でしょうね、ある意味ね。うん、思う。これ一人でもまああれだな、なんとかなんでしょうね。あの、イオが通じますからね。とまあそんな感じで、パラディン4人でやったんですけど、もう見ての通り MP カラカラで火力のなさがそのままね、反映されちゃいましたね。レンジャーとか魔法戦士使っとると、カンダートマホーク、ヨナズンって言っても一応ね、あの、ま、なんだあの変な踊り、あのお気に入りの踊りで、魔法とかね、攻撃体制やってくるの、でもなんとかいけたんだけど、あかんかったね。かなり火力のなさで出てますよね。ただ、再三言っとる通りに、今回のね、パラディの福引きの武器、防具持っとる人は、ここの心がね、ダークキングが入ってきて、アームラインを虹に入れるか。すると、結構火力出せるんじゃないかなと思います。もちろん防具が全部あるって前提ですよ。福引きの。だったらあれじゃないかな。結構実現的じゃないかな。と、まあそんな感じでパラディ4人でやったら結構苦戦しましたということで、ね、まあね、あの、いろいろ高難度までね、いろんな構成考えてね、またいろいろ試してみますということで、はい、ということで、そんな感じ、おりー。